エームがよ。ごめん。本当は腹痛なんかじゃないんだ。だって本当のことを言っても信じてもらえないと思って。本当のことって。それは。見ちゃったの。見た？幽霊。幽霊ってあの幽霊のこと？ねえ。他に何があるの？でも幽霊なんてそんな。何なの？ほら、やっぱり信じてくれない。いや、信じますって。そういうわけじゃないんだよ。朝日の夜。俺は信じよう。ずるいな。他の連中が何と言おうと、我だけはお前の言葉を信じよう。だから詳しく話してくれないか？さくらちゃんがそう言うなら、わかった、話すよ。あのさ。あのね、昨日の夜のことなんだけど。ほう。なんだか寝つけなくってさ。これはね、いいですね。今までのこととかいろいろ考えてたら急に怖くなっちゃったんだ。だから気分転換にドーナツでも食べようかなって。え？またドーナツ？ま、しかも夜時間のルールも無視ですか。ごめんなさい、反省してます。朝日の夜。話を続けてくれ。でも、それでね、このすぐこの格好で出たんですかね。それでね、倉庫にドーナツを取りに行こうと部屋を出た直後に、なんか変な音が聞こえて。それは、その音はお風呂場の方から聞こえてたから、それでお風呂場に行って。このお風呂場ってやっぱり混浴なんですかね。半開きになってたロッカーの扉を開けたら、青白い光に包まれた人影がぼーっと。あの人影、確かに藤崎ちゃんだった。なあ、ありえねえ。幽霊なんて、まったく幽霊なんて非現実的すぎますわ。何かの見間違いに決まっています。大抵の場合がそうであるように、あなたの心理状態が見せた幻影でしょう。確かめに行けばいいだけだ。朝比奈が見たものは何なのか、浴場に行って我らの目で確かめてみればいい。うん、時間の無駄ですわ。でもさ、行くだけ行ってみない？何もなかったらそれで済む話なんだしさ。なんだべ、幽霊を見に行くか。大丈夫？呪われん？何なの？じゃあ待ってりゃいいじゃん、一人で。頼むよ。一人はもっと嫌だ。連れてって。ねえ、どうするの、セレスさん。仕方がありませんわね。石丸殿はどうしますか？ここで待っていますか？喋らない、待っているそうです。完全に石丸くん撃沈してますね。あのさ、ここだよ。この脱衣所で見たんだよ。うん、なんかゾワゾワしてきたべ。ふりふり、エコ。頼むよ。降りてきたらどうすんだ。朝日の夜。どのあたりで藤崎の霊を見たのだ。それは、なんか音が聞こえてロッカーの扉を開けてみたら、そしたらぼーっと青白く光った藤崎ちゃんが。同じか。じゃあロッカー調べればいいのかな。ねえ、朝比奈さんが見たっていうのなら何かがこのロッカーにあるんじゃないかしら。おうな、あっけか。このロッカーだよな。この中に何が。パソコンじゃないか。あれ、ロッカーの中にパソコン。こんなところにパソコン。ねえ、見覚えがあるわね。うん、あ、そう、図書室であったか。図書室にあったパソコンがね、なくなってたんですよね。これってノートパソコンだよな。結構古い型のノートパソコンみたいだ。しかもかなりホコリをかぶってるし。それは、壊れてる。電源を入れても起動しない。そっか、壊れてるんだ。でも図書室にあったノートパソコンがどうしてこんなところに。どうやらこれスリープモードだけど電源が入ってるみたいよ。壊れてたはずじゃなかった。千尋が直したのだろう。あいつも超高校級のプログラマーと呼ばれる天才の一人なのだからな。
もしかすると。そんなことより朝比奈さんは青白い光がぼーっと浮かび上がったと言っていましたが、まさかこのディスプレイの光を幽霊と勘違いしたわけではありませんよね。あなたの目は節穴のみで構成されているようですわね。やれやれ、危ないところでしたな。僕がドジッコ属性だったら惚れているところです。この顔かわいいな。ドジッコ属性じゃなくて本当によかった。もう、だってロッカーの中にパソコンが置いてあるなんて思わないじゃん普通。まあまあまあ、見間違いくらい誰にでもあるで。うん、実は俺も以前クレー型宇宙人とオタマジャクシを見間違えてたな。何言ってんの。バカなあんたの見間違えと一緒にしないで。ひでえぞ。慰めてやったのにひでえぞ。俺が立ち直れなくなったらどうすんだべ。だけどさ、なんか変だよね。どうして脱衣所なんかにパソコンがあるのかな。つまり誰かが隠したのかも。ゲイだよ。の割には簡単に見つかってるべ。違うわ。私たちから隠したわけじゃないわ。え、どういう意味。ねえ、気づかない？この脱衣所と他の部屋との違いに。うん、脱衣所と他の部屋の違いって、監視カメラがない。そうよ。そう、その通りよ。この脱衣所には監視カメラがない。つまりここは黒幕の目が届かない場所。このパソコンは誰かがここに隠したということですか。黒幕に見つからないようにと。そうね。それに朝比奈さんが見たのはただの青い光じゃなく、青く光る藤崎さんだったわよね。ね、あのノートパソコン、もう少し詳しく調べてみた方がいいかも。うん、京子さんの言った通りだ。スリープモードだけど電源が入ってる。じゃあスリープモードを解除してみましょう。そうだね。僕がキーボードの適当なキーをカタカタと押してみると、ディスプレイに青白い光が灯った。デスクトップ画面には複数のアイコンがずらりと並んでいる。ねえ、その左端にあるアイコン、どうかした？アルターエゴ、アルターエゴですか。アルターエゴってあるわよね。アルターエゴ、殺傷員キアラが頭に浮かびましたね、うん、アルターエゴ、別人格という意味ですわね。創作の分野などで意図的に異なる人格を演出するために作られたものを指す場合が多い。ペンネームみたいなものですわね。苗木くん、ちょっと場所を変わってもらえる？キリギリさんはそう言って僕とパソコンの間に体を割り込ませると、画面上のカーソルを動かし、それをアルターエゴのアイコンに重ねた。そこでクリック音を鳴らすと、画面は突然暗転し、直後モニターから聞こえてきた声は、来てくれたんだね、ご主人様、ご主人様。ディスプレイいっぱいに藤崎くんの顔が映し出された。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。落ち着いて。幽霊なんかじゃないわ。なら、ねえ。じゃあこれって。とにかく。対話してみればわかるはずよ。キリギリさんは素早い手つきでキーボードに文字を打ち込んでいった。あなたは何者？すると。はじめまして。藤崎千尋です。かわいいですね。自己紹介ってなんだか照れるね。これ口調も音声もまるっきり藤崎千尋だな。やっぱり人工知能プログラム、アルターエゴ。噂には聞いていたけど見るのは初めてだわ。人工知能プログラム。そうよ。千尋が超高校級のプログラマーと呼ばれるようになったゆえん、パソコン上に常駐し、対話や作業を繰り返すたびに、そこから情報を得て成長していく人工知能、シリですかね。Hey Siri。OK Google。サポートベクターマシンや強化学習を取り入れ、それを藤崎千尋の手でさらに発展させることで、作り上げられた画期的な人工知能。ちょっと舌が回らなくなってきましたね。サポートベクターマシン、強化学習。そうね。か
簡単に言えば機械の学習方法といったところかしら。詳しくは、そうに決まっている。ググレカスですね。おググりくださいませ。つまりこの人工知能が成長を続ければ単なるサポート役どころか、いずれは本人に代わってあらゆる作業をこなすことも可能になると言われているわ。うん、だからアルタエゴですか。言い得て妙ですわね。記憶を得てそこから思考を重ね成長していく、そのプロセスはまさしく人間と一緒。そうやって育て上げた人工知能は自分の分身とも言うべき存在になるでしょうね。なるほどね。物忘れも衰えることもない完璧なもう一つの人格、それが彼の作り出したプログラム、それがこのアルタエゴ。どうしてもね、殺傷にキアなんですよ。キリキリさん、よく知ってるね、そんなことまで。よろしいですか。ともかく彼は図書室のノートパソコンを修理し、そこに自分のプログラムを構築したというわけですね。それを黒幕の目につかない脱衣所にこっそりと持ってきた。うっしっしっし。それにしてもご主人様ですか。そうですか、これはこれは燃えますな。山田っちは二次元オンリーって設定だべ。立派な二次元じゃないですか。え、男だべ。つうか人工知能だし、なんかその程度はノープロです。やれやれだべ。その程度ね。とにかくもう少し彼と対話してみましょうか。そう言いながらキリギリさんはリズミカルにキーボードを叩いていく。あなたはどこまで知ってるの。ご主人様は、そこまでしか言ってくれないの。ご主人様が一通り教えてくれたけど、なんだか大変なことになっちゃったよね。いきなりこんなことに巻き込まれちゃってさ。すぐにキリギリさんが新たな質問を返す。あなたはどうしてここにいるの。ご主人様が僕を使って何をしようとしているのかということだよね。それはね、このパソコンのハードディスクにあった膨大な量のファイルの解析、この学園に関する資料だと思うんだけど、これがびっくりするくらい厳重なロックでちょっと時間がかかっちゃってるんだよね。ご主人様は、きっとこう思ったはずだよ。それだけ厳重にロックしているということは、ここには何か秘密があるはずだって。例えばこの学園の秘密とかね。思わず声を漏らしそうになった僕とは対照的に、キリギリさんは淡々と次の質問を打ち込んでいく。どれくらいでロックを解除できる。もうちょっと時間がかかっちゃいそう。任せて。でも絶対になんとかするから任せてよ。なるほどね。膨大な時間を要する作業だからこそ、それにアルターエゴを使った。なるほど、明暗でしたわね。おかげで彼が死んだ後でも作業が滞りませんわ。キリキリさんの指はさらにリズミカルにキーボードを叩いていく。引き続き頼むわ。黒幕に知られないように気をつけてね。大丈夫、いざって時の対策、いざって時の秘策も用意してるし、実はウェブカメラでそっちの様子が見えてるんだ。だから怪しい人が部屋に入ってきたら大声で助けてって叫ぶから。随分原始的な秘策だね。そうですわね。ですがそれだと昼の時間帯はともかく夜時間が心配ですわね。どうして。よろしいですか。忘れですか。個室は完全防音なのですわよ。それぞれが個室に入った後ではいくら叫び声が上がっても傷つくことができません。じゃあ夜時間はみんなで交代しながらこの脱衣所の見張りに来る。でも交代しながら脱衣所に人が入っていったら黒幕に感づかれる危険性があるわ。だったらどうしよう。じゃあ夜時間の間私の部屋のドアを開けたままにしておくわ。そうすればアルターエゴの叫び声も聞き逃さないはずよ。ゲイだよ。だけどよ、夜時間にドアを開けっぱなしって。そうね。そうね、私を殺すチャンスかもね。だけど私を殺せるかしら。私はそう簡単には死なないと思うのよ。なんだろうな、キリキリさん気になるな。キリキリさんは強い口調でそう言い切った。もしかしたらサイボーグかもしれないですよね。自分は死なないっていうキリギリさんの自信、
戸上くんの言葉とも似ているけど、それとは確実に何かが違う。根本的に何かが違う。戦場に巻き込まれた人間と最初から戦場で生まれ育った人間、それくらいの根本的な違いに思えた。とそんな試案を重ねていたところで、今度はノートパソコンの方から声が上がった。僕からもちょっと質問させてくれる？さっきからご主人様の姿が見えないけど、やっぱりご主人様は。一瞬キリギリさんの動きが止まった気がした。だけど彼女はすぐに気を取り直し、素早く文章を打ち込んでいく。明確で簡潔で率直な返答を、噛んでしまう。藤崎くんは大和田くんに殺されたわ。やっぱりね。でも僕は最初から分かってたよ。ご主人様がこの状況下で生き残れる可能性が極めて低いってことぐらい。だから覚悟はしてたよ。なんだかかわいそうになってきますな。ねえ、もう一人の自分を失うなんてどんな気持ちなんだろう。気持ちなんてありませんわ。所詮ただのプログラムなんですから。ひどー。そうなのかな。行きましょうか。とりあえず今日はこれくらいにしておきましょう。あまり長いすると黒幕に感づかれてしまいますわ。そう言ってキリギリさんは最後に短い文章を打ち込んだ。また後で来るわ。また来てね、約束だよ。じゃあね。ディスプレイの向こうの彼はさっきまでとは打って変わって明るい口調に戻っていた。それは彼がただのプログラムに過ぎないからなのか、それとも彼なりに僕らを気遣って。もしかすると。どうしたの、ダベッチ。ダベ。いや、このパソコンをネットワークに接続できねえかと思ってよ。そうすりゃ外に助けを求められると思ったんだけども。だけどここって脱衣所だし、ネットワーク環境なんてないでしょ。どうだ。だからここから持ち出してネットワークに接続できる場所で。そんなの危険すぎる。黒幕にすぐ見つかってしまう。ああ、そりゃそうだな。今はむやみに危険を犯すよりパソコン内のファイル解析を進めてもらいましょう。そこから何か手がかりが見つけられそうだし、遠回りな気もしますが仕方がありませんわね。そうだな。とにかくしばらくはアルタアイゴの作業待ちということだな。ダメ。そんじゃまあとりあえず行くとしますか。そうね。そうね。じゃあね、また来るからね。本当だよ、約束するよ。ほらほら山田も行くよ。そうですな。歯切れが悪い。そして僕らは脱衣所を後にすることにした。廊下に出た途端、朝比奈さんが喜びの歓声を上げた。すごくない？なんだかんだで私ってお手柄じゃない？するとまるでその声を聞きつけたかのように、朝比奈の活躍により彼女のレベルが上がった。どうしたの？何がお手かな？モノクマ。なんだよ。お前らずいぶん上機嫌じゃん。何かいいことでもあったん？別に何でもない。嘘だ、下手。内緒話？卑怯だぞと苦戦資材をつい要求する。却下却下超却下。何なの？大体あなたに関係ないでしょ。関係ってな、あの関係？どういう関係よ。いやらしい。いやらしい関係だって。あなたが先に言ったんじゃん。私たちは久しぶりに大きなお風呂で羽を伸ばそうと相談していただけですが。は？は？ですが困ったことにお風呂は男女別に分かれていませんでしたので、やっぱり混浴ですね。男女のどちらが先に入るかじゃんけんで決めることになったのです。そこで朝比奈さんが勝ってそれで喜んでいただけですわ。え？そうなんだって。というわけだからさ、もうほらほら、男子は食堂にでも戻ってて、私たちはこれからゆっくりお風呂に入るんだから。まあまあしょうがねえな。分かったべ。では女子の皆さん行くとしましょうか。セレスさんはいつも通りのポーカーフェイスでさらりとそう言ってのけると、他の女子たちを引き連れ再び脱衣所へと戻っていった。じゃんけんで負けた僕の一番風呂が。
と明日こそ一番風呂をゲットすんで。じゃあさ、僕らは食堂に戻ろうか。ほら、ちょっと待った。ねえねえ、おかしくない？それ絶対におかしいよね。おかしいって何が？はだってさ、これって覗きのチャンスじゃん。そんな大チャンスを逃そうっての？素晴らしいですね。は？それは。よもや！一理ある。だから、おめえが二次元オンリーって設定はどこ行ったんだって。うぷぷぷぷ。素直に僕の言うことを聞いておいた方がいいと思うよ。こんなチャンスはそうそうありませんぞ。男のロマンってやつですよ。僕はもう一人の自分に問いかけた。モノクマの言葉通りに大浴場に忍び込むべきか、それともおとなしく食堂に帰るべきか。いやダメだ、食堂に戻ろう。待って、なんで？なんで？もう一人の自分ってこっちの話じゃないんですか？選択肢が出るんだと思ってたんですけど。女子のみんなに悪いし。あれあれ？男のロマンはどうなんの？もしかして2周目だと選べるとかですか？だいたい男のロマンってこういう覗きとかを呼ぶものじゃないだろ。なんでそんな、それはもっと冒険とか夢とかそういう。とにかく僕は覗きなんかしない。テンション下がるな。残念無念この上ないよ。せっかくのサービスショットだったんだけどな。僕らはモノクマを放置して食堂へと戻っていった。正直後ろ髪を引かれる思いがあったことは内緒だ。ああ。ロマン、なんだか。おめえって普通に中身が好きなんじゃね？生身ね、生身。フィギュア制作の参考にしようと思ってただけです。生身の女なんてクズですが、裸くらいは見てやってもいいかな、なんて。そりゃねえべ。あいつらが聞いてたら間違いなくぶっ殺されるとこだべ。と、そうこうしているうちに食堂の外からガヤガヤと騒がしい声が聞こえてきた。お風呂上がりの女子たちが食堂へと入ってきたのだ。うんうん、いいお湯だった。いいですわね。久々に大きなお風呂で羽を伸ばすのもやはり気持ちがいいものですわね。ええ、そうね。そうだな。本来であれば風呂上がりのプロテインコーヒーでも楽しみたいところなのだが。残念ですがそんな時間はありませんよ。やっぱりだと思っていたぞ。は？あれ？実はお風呂で話していたのです。そろそろあなたが何か仕掛けてくる頃ではない。あなたが何か仕掛けてくる頃ではと。だって性格の悪いあなたが私たちの楽しそうな姿を見て放っておくわけないものね。なんだかひどい言われよう。みんな冷たいっす。せっかくプレゼントを持ってきてあげたってのに。プレゼント？おや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 、気になっちゃう？だったら体育館に行ってみなよ。そこにプレゼントを置いといたからさ。なんだろう、生首が置いてあるとかじゃないですよね。迷わず行けよ、行けばわかるさ。迷わず行けよ、行けばわかるさって何でしたっけ。何ですか、今度は何を企んでいるのですか。どうやらきっとまた始める気なんだわ。例の動機がどうとかを持ち出して。またやだよ、もう行きたくないよ。これもすっかりトラウマだべ。でも大丈夫、私たちにはアルターエゴがある。きっと彼が手がかりを見つけてくれる。だから今はそう耐えましょう、何があっても。重い足取りで向かった体育館にはすでに先客がいた。なんだ、お前らに待たされるとはな。ドンキじゃない、銃器の使用が認められていたら迷わず撃っていたぞ。戸上くん早かったんだね。お前らが遅れたのは二足歩行を忘れたからか。いいか、右足と左足を交互に出して進むんだぞ。あなたは相変わらずですわね。それに引き換え戻ってる。あ、めくらに戻っとる。大きなくしゃみをしたと思ったら急に元に戻った。くしゃみ。
くしゃみしたらネクラ人格に変わるってギリギリすぎる設定ですな。くしゃみをしたら人格が変わるのって何でしたっけ。人のことをネクラネクラって全員おみくじで大吉引いた後みこしの下敷きになってぐちゃりと死ねばいいんだわ。毒舌の時だけは舌が回るんだね。だがともかくこれで全員揃ったわけだな。じゃあそろそろね。ちゃんと人が減ってるんですね。お前ら全員集まったみたいだね。じゃあ早速始めようか。なんださっさと言え。次はどんな動機を用意したんだ。されど何をされようとも我らは屈せぬぞ。そうだよ、もう絶対に負けないんだから。またまた。そんなに構えなくたっていいって。今回はね、趣向を変えてみたのです。今まではお前らを追い詰めるような北風ピューピューばかりだったけど、たまには暖かい太陽も必要だと思った次第です。あはははは。そんなこんなで今回僕が用意したのはこれです。金100億円。まさかの金100億円。もし卒業生が出た場合のプレゼントにします。うん、どう？100億円だよ、100億円。あれ本当に100億円の量ですか。100億円ってあんな量ですか。つまりは金、それがモノクマの用意した動機。それにしても100億円なんて桁が少なすぎるな。お金、確かに動機としては定番中の定番ね。ミステリーの世界でも現実世界でも。だけどさ、何言ってんの。今さらお金なんかのために仲間を殺したりしないよ。そうだな、人の命は金では買えぬのだからな。思ったんですけど、このオーガさんって誰かに殺されることってあるんですかね。多分成功法ではオーガさん倒せないですよね。多分プールで泳いでる時にこう電気を流すとか、なんか卑怯なやり方しないとオーガさん倒せないと思うんですよ。つうか100億なんて書く、リアルな話実感わかねえし。そうだ、みんなの言う通りだ。100億だろうとなんだろうと、いや、お金だけじゃない、この先お前が何をしようと、僕らは仲間同士で殺し合ったりなんかしない。プププププ。お決まりの強がりはもういいよ。楽しみ楽しみ。せいぜい清く正しい共同生活を心がけるんだね。なんかあっさりしてるな。不吉な言葉と舞台上の大金を残してモノクマは去っていった。ねえ。大丈夫だよね。お金なんかのために仲間を殺す人なんていないよね。もう前回の教訓を忘れたのか。自分の基準と他人の基準は違うんだ。誰かいるんじゃないの、お金に困ってる人が。私はギャンブルで10億以上稼いだ身です。生活には不自由していませんわ。そうに決まってるわ。山田はどうなのよ。何も分かってない。僕は売れっ子同人作家様ですぞ。コミックや DVD 買う金には困っとらんわ。じゃあおい、よせ、金なんかのために疑心暗鬼になるなど醜いことこの上ない。醜い。心配など無用だ。どちらにせよ起きるときはあっさり起きるもんだ。それがこのゲームなんだからな。夜時間かな。校内放送です。ただいまよ。まもなくでは。ではもうそんな時間なんだね。解散する前にもう一度言っておくけど、今晩から私の部屋は開けっぱなしにしておくわ。アルターエゴに異変があった時のためにね。だけどドアが開いているからってむやみに私の部屋に近づかない方がいいわよ。だって間違って帰り口にしてしまうかも。穏やかで落ち着いた声だけど確実に力の込められた声だった。
だべ。とにかく今日のところは部屋に帰るんで。どうだってか、金のことなんか考えんじゃねえぞ。分かったら解散だべ。うん。でいいよな石丸っち。今回一言も喋ってないな。うん。だそうだべ。部屋へと帰り眠りについた。お金、そんなもののために殺人なんて起きるはずない。口ではそう言いつつも、心のどこかには不安が残されていた。前回の秘密の暴露の時も同じだったからだ。誰もが信じられない動機でも殺人は起きてしまう。僕らはそれを知ってしまっている。だけど今回は、今回こそは違う。藤崎くんが残したプログラム、アルターエゴ。僕らがようやく手にした希望。きっとあれがあれば。モノペマ劇場久しぶりですね。赤ちゃんってずるいよね。名前にちゃんなんてつけちゃってさ、もう最初から可愛いって認めちゃってるもんね。それなら僕だって名前をモノクマちゃんにしたいよ。ほらこれだけで可愛さが1割程度アップしたでしょ。そうだ、世界にはチャンが足りないんだ。チャンがあれば世界は救われるんだよ。犯罪者チャン、戦争チャン、環境破壊チャン、交通事故チャン、遺産相続チャン、デフレチャン。暗い話題もパッと明るくなるね。夢が広がりまっくりスティーナ。夢が広がりまくりまくりスティーですから俺は。難しいな。いつもと変わらないかな。とさてと、まずは食堂に行かないとな。はい、じゃあこの辺で切りがいいと思いますので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。